しずくとひふみんのユッケな時間。ちょっと右上なんか出てますよ。大丈夫、出てます。あれ反対、あらあれあれ、ちょっと反対、大丈夫ね、はい、こんにちは。またまたなんとなくちょっと若干、はい、若干不安はありますけど、そうなんです、若干私はとっても不安です。すいません、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、早いですよね。2週間に1回やらせていただいてるんですけれども、今日もまた始まりました、この神社チャンネルとも言えると思うんですけれども、しずくとひふみのヒュッケな時間ということで、毎月ですね、第2と第4の金曜日11時11分からスタートさせていただいております。なぜかなんかね、タイミング的にね、位置にこだわるっていうようなことになってしまったんですよね。スタートがね、11月11日だったと思いますので、はい。でも、あとそのずっと11時11分ということで、ちょっと中途半端な時間ではあるんですけれども、すごくいい数字かなと思いますので、ぜひぜひ。はい。で、今日はですね、また新しいじゃないですか、第3回目ということなんですけれども、この神社についてお話しくださるのが、隣にいらっしゃいますですね、はい、利根しずくさんということで、はい、ディスニーヒーラーというのをさせて、はい、されているんですけども、簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、ディスニーヒーラーをしています利根しずくです。よろしくお願いします。ディスニーヒーラーってはどんな感じなんですかね。あ、そうですね、人生のその中で魂ってすごく響いてくると思うんですけど、そういうなんか痛みとかを伴う、そういうようなところを癒すっていうところでさせていただいてます。そうなんですね、はい、私も何年か前に本当にお世話になったね、しずくさんなんですけど、まさかね、このような感じで神社のライブをさせていただいてると思ってなかったんですが、ね、ひょんなことからじゃあやろうかみたいになってスタートすることになってます。いやいや、私も、まあね、楽しみで嬉しいんですけども、じゃあもう早速、はい、今日もスタートしたいと思います。はい、ではですね、今回はこちらになるんですけれども、はい、見えますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、今回は、はい、元伊勢三社巡りのラスト、はい、天野岩戸神社なんですけども、そこに向かうまでに、この氷室ヶ岳っていう遥拝所を通るんですけども、ここ、向かいに見えてるのは、岩戸山っていう山です。この皇太神社、先日お話しさせていただいた、皇太神社からさらに山奥に進んで歩いてくると、はい、ここに出るんです。綺麗なこの円錐状の綺麗なお山がのこう見えるところにこの遥拝所があるんですけども、これは一元さんってこう呼ばれている場所なんです。一つだけお願いを叶えてあげますよっていう場所なんですけども、向かいの山は天照大神が降臨したっていう場所になるんです。はい、まあ、すごく神々しいんですよ。この写真からも伺えると思うんですけども、美しいですよね。実際はもっとあれなんでしょうね。神々しいんでしょうね。なんかこう、なんかそういうところに行くと、体全体がこうジンジン来たりとか、なんかちょっと違いますよね。はい、もうなんか、このどういうのかな、自分だけがこのなんかライト浴びてるような感じですよね。そうなんですね。それぐらいなんか岩のところ、岩の前っていうか、その一言って書いてあるのかな。岩座がありますよ。岩座っていうかこう、はい、お参りの場とかね、はい、ちゃんと作られてますよね。なんかあそこに立ってこうなんか山を見るっていうのは一人しかあそこには立てないので、うんうん、意味があるっていうか、すごくなんか感動するような場所かなと思う。これ一人しか立てないんですか。あそこに一人しか立てないように、なんか小さい岩っていうか石座がある。ここですよね。はい、ここ？そうそう。ここに一人しか立てない。そこに一人なんですよね。そこに立って前の、お山にお祈りするという。あ、じゃあ混み合ってる時とか、ここちょっと並んだりなんかするんですか？並んでるのは見たことはないんですけども。でもやっぱりね、混む時があるんですよ。いつが混むかというと、その夏至。夏至がなんで混むかというと。はい、お山のてっぺんのところに
太陽がこの山頂にこう落ちるんですよ。山のてっぺんにこう落ちる、はいはいはい、瞬間が、夏至はあの伊勢神宮から太陽が昇ってこの山の上の頭上からこう降りるという、すっごい神秘的な景色がこう見れるので、見えるんですね、はいはい、でたくさんの人がやっぱお参りに来て、ここでなんか神事とかもされるみたいなので、そうなんですね、すごい多分人は多いです。あのその日に行ったことはないんですけど、うん、はい、であとは冬至です。今からだとまた冬至はね、今月もちょうど巡ってくるんですけど、そうですよね、はい、この日も伊勢神宮との間にこの御来光の道がこうレイラインが、はい、北線に結ばれるってこう言われてるので、まだ何とも言えないこの不思議な、うん、あの日になると思います。また特別ですね、今年の冬至はまた特別って言われてるので、もしご縁がある人は行かれてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、あのちょっとまあ 夜向きっていうか、夕方は冬向きはすごく暗くなるのも早いのでちょっと怖いと思うので、日中はまあそういう特別な日と思って行かれてもいいとは思いますけど、はい、すごいところです、ね、はい、行ってみたいです、ぜひ、はい、あの山なんですけども、御神体山なんですけども、あの立ち入りが禁止されてる禁足地っていうのは東斜面だけで、他はちょっと誰でも入れる場所っていうのもあるんですよ、うんうんうん、でその誰でも入れる場所っていうのはやっぱ不思議な、あの、まあ、岩倉とかそういうものも見れるらしいんですけど、まあ、勝手には登らない方がいいと思うので、そうですよね、はい、そういう場所もあるっていうのをちょっと知ってもらえたらいいかなと思います、はい、はい、あの次、あのここからこうどん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 、はい、まあ、さらにこう坂をの下っていくと、あの川の流れが聞こえてきて、今見えてる川は宮川って言うんですけども、宮川のせせらぎというか、川の、まあ、雨が降ってる時は爆音ですよね、聞きながら降りていくと、うん、このここの雨が降ってる時ここ行けます？雨が降ってる時は傘をさしながらでもすごい、あのものすごい降ってる時は多分ちょっと、ね、ちょっとなんとなく怖そうですけどね、足元気をつけて、あの雨の後なんかに行くとものすごいやっぱり水流が多いので、ね、あのすごい爆音があの遠くからでも聞こえるんですよ、川の流れが。でここはそのまだ階段降りていったところに天の岩戸神社があるんですけども、ね、すごい急な階段なので、この上から遊拝所があるのでお参りはできます、はい、冬場に行くと凍結してるんです、階段が。うわ、だからその下に降りるのはやっぱり滑って怖いっていう人はその上からちゃんと見れるところがあるので、そこからお参りされたらいいと思うんですけども、その遊拝所の奥にちょっと見てもらいたいところがあるんですけど、産釜遊拝所っていうところが、次の写真お願いします。これ、写真は撮ってるんですけどもどれが産釜で、どれがその湯浴をしたと言われるその産だらいと産釜か、ちょっと説明しようわかんなくなっちゃう。この中のどっかですねそうなんです、その穴が開いてるとこだったか、ちょっとかどの辺だったかもわかんなくなってしまって、でもそのちゃんとその屋根付きの遊拝所があるんですけども、そこに行くと写真が、これは産釜です、これが産だらいですっていうのがちゃんとこの写真で説明してあるので、その写真と照らし合わせながら見てもらいたいと思います。で、あの神様が湯浴をしたってこう言われてる場所なんですけども、すごく神聖な場所だったそうで、うん、もちろんそうですよね、神様がそういうことをした場所なので、昔はそこに行かないようにっていうことで人があの見張りがこうつけられてたぐらい、そうなんですよ、本当に神聖な、なんかね、そういう場所なんですね、はい、うん、でそこはこう中が汚れるとこう大荒れになるって言われてる場所だったので、雨乞いをしたっていう、雨が全然降らなかった時は、うん、そこをもう汚して雨を降らしたっていう雨乞いの場所でもあるみたいです、うん、はい。で、妊娠とか子宝に恵まれたい人はすごくご利益があるってちょっと書かれてたので、あ、そのウブダライとか、そうなんですね、ウブなんとかウブダライとウブガマ、ウブガマねっていうところでね、はい、だからちょっとそういうご利益欲しいなっていう人はまあ行かれてもいいんじゃないかなとは思います、うん、はい。じゃあ
次の写真お願いします。はい。はい。これが川に水がある時の写真。結構急な感じですね。勢いのいい。そうですね。雨がすごく降るとものすごく綺麗な水がざーっと流れてるので、浄化には雨が降ってる時がいいんですよ。ああ。はい。なんかそんな感じします。見てるだけでも。清らかで。ね。あってこう水しぶきがかかるぐらいそのなんていうのか何とも言えない心地よさがあるんですけども、次の写真またお願いします。これがある時なんです。すごい溜まってますよね。はいはいはい、水が流れてすごい、これがまあ普通というかまあ溜まってる時の写真なんですけども、うんうん、これがない時は次の写真、あれあれこれない時ですね。そうなんです、これがない時です。あら、じゃあ皆様ご一緒に、これが、はい、ある時、あれ間違った、ある時これがある時じゃない時、あ間違った、これがない時ある時、あれ間違った、ある時とない時ですね。ない時全然違いますねこれね。そうなんですよ、こんだけ違うんですよね。すごいでしょ。うんうんうん、そうなんです、そこに見えないですね。そうなんですよ、このだからタイミングとしてはやっぱり春先からその雨が降り出す時から秋の台風シーズンぐらいまでは、うん、ある時とない時と差があると思うんです。ある時、水がある時の方が多いと思うんですけど、左が続くとこういう状態にはなると思うんですけども、うんね、よく厳島神社とか行ったらね、満潮とそうでない時って全然違いますけどね。こういうところもそんな感じなんですね。またちょっと違いますけどね、うん、ちょっとだから冬場に行くと雨が少ないので、こういう景色は見やすいとは思います、うん、はい、じゃあ次お願いします、うん、これもない時なんですけども、うん、実はこの写真の奥に私が今日一番見てほしかった岩座があるんですけども、はい、次です。じゃじゃーん、これですね。もうこの岩倉をね見てほしくってしょうがなくって、はい、これが御在師っていう岩倉なんです。はい、はい、さっきのゴツゴツした岩の中央あたりに行くとこの大きな岩倉が見えるんですけど、はい、大きいですよ。すごい、もう感動したんです、初め見た時。へー、すごい大きくて綺麗 で、はい、でその下のこの水にこう映ってるんですよね。はい、綺麗、本当綺麗なんですよ。でこの大きい岩倉の上は平らになっていて、はいはい、そこに神様が降り立ったっていう、うん、岩倉なんですけども、この岩倉の右側の岩の上にその、天の岩戸神社の社殿が建ってるんです、はい、でそこの、まあ、社殿は後で見てもらうんですけども、鎖をこう伝ってこの崖を、右側の崖をか鎖を伝って登らないといけないんです、うん、でこれの、ま、次の写真お願いします。これは神楽を待ったと言われている岩倉なんですけども、で、はい、かなり大きいんですね。そしたらここ大きいです、うん、平らですごく大きいんですけど、はい、ここでその神様に神楽を待ったってこう言われてる岩倉です、うん、はい、はい、じゃあ次お願いします、はい、これがさっき見せた見てもらいたかった天の岩戸神社なんですけど、写真ありがとうございます。次から大きく写してもらってるの、この鎖を持って下からこう登って、はい、これ上がるんですか？登るんです。これ？そう。これ持って？持って。これちょっとロッククライミングみたいじゃないですか？そうですよね。で結構やっぱここ川沿いなので、川の近くなので。濡れてるんですよね。いつ行っても怖いじゃないですかそれって。だからしっかりした靴を履いていったら別にこの鎖を持たなくてもスイスイ登れます。あ、そうなんですか。でもあれですよね、リュックとかの方が良さそうですね。リュックも下に置いて登った方がいいですね。ああ、そうなんですね、うん、ここね、もう命がけですね、ここ。ちょっと私初め怖くて命がけだなと思って、はい、登りました。ね、この鎖がね、こんなん初めて見ました。そうなんですね。
ぜひ登ってもらえたらなって思います。はい、はい。まあ、景色、その冬は雪がちょっとこうすごい雪景色で綺麗だし、雨の日はやっぱりその浄化能力がすごく強いし、まあ、雨が降ってないっていう時はああいう風な岩倉が見えるところまで行けますし、だから1年を通していろんな季節に行くと、ね、いろんな顔があるんですね。でもこれここのこれ立てるの大変だったでしょうね、こんな坂に。いやもう本当にすごいと思います。ね、これね、ね、今回この三社なんですけども、みんなその三社が全部同じところでこうなんていうかな、祀られてるんじゃなくって、それぞれに違うんですよね。だからここは本当は社務所がこの上にあって、全然違うその祀ってられる方がやっぱり違うんですけども、山向こうのところの方たちがっていうか、町の人たちっていうのかな、がここを存続されてるっていうのかな、祀られてるので、御朱印とかは土日しかもらえないんです。はい、だからこの間の皇太神社で御朱印がね、このここも欲しいんですって言ったら、うん、全然管轄が違うのでうちはしてませんっていうことで教えてもらった。違うんですね。違うんですよ。で大きいその国道のところに何センターやったかな、まあ、おうどん屋さんと一緒にここの天戸岩戸神社をこうされてる観光案内所があるんです、はい、そこの観光案内所に行ったらここの御朱印はもらえるので、はい、御朱印欲しい方はそちらで土日だけです。はい、もう社務所も閉められてるのでここはちょっともらえないんで気をつけてください、欲しい人は。はい、はい、で、ここ大山っていうのは大山連峰なので、一つの山が大山じゃないんですよね。うん、でさっきの岩は山自体は岩戸山っていう山なんです。はい、はい、でここは岩戸山の裾になるんですね。はい、はい、今写真を山はこれですね。はい、これが岩戸山で、はい、裾になるのが今あったここ、はい、天の岩戸神社の下が裾になってるんです。はい、だからそこにたまる水、上から山裾にポタンポタンって落ちてきた水っていうのは御神水だなってちょっと思って見てるんですけども、はい、でここ大山連峰には有名な鬼伝説があるんですよね。はい、はい、この鬼伝説、三つ鬼伝説があるみたいなんですけども、はいはい、すごいその鬼伝説も古くて、はい、一つ目は丹後土器に乗っている彦いますの君っていう人が鬼退治をしたっていうのが一つ目で、二つ目っていうのは6世紀に前の時に話したマロコ親王の鬼退治、はい、それは二つ目なんです、はい、で三つ目は一番なんか有名みたいなんですけども、酒呑童子、お酒を飲む童子って書いて酒呑童子、はいはい、童子って言うんですけども、この人はお酒が好きだったから、お兄さん好きだったから手下の人がそのお酒をよく飲むっていうことで酒呑童子っていうあだ名がついたらしいんですけども、はい、平安時代です。平安時代に源の頼光が鬼退治をして鬼の首を取ったっていうのが一番こう有名みたいですね。でその鬼の首を持って帰るときに、丹波と山城の国の国境にある牢の坂のところで鬼の首がすっごく重たくなったみたいなんですよ。怖いじゃないですか、でもそれ。そうなんです、ずしっとこう重たくなったみたい で、はいはい、でそれが今は京都市の左京区。ほら、はい、どこか分かります？私でも私左京区ですよ。京都市左京区、左京区って広いんですよ。平安神宮とかもあるし、京大もあるし、鞍馬もあるし、貴船神社もあるし、そういうところです。銀閣貴船神社の方じゃないです、あそこも鬼伝説が残ってるので、西の京で左京区ですよね。違います、それ西京区、西京左京区は左です。あ、じゃあ違うわ、反対です、京区です。はい、西の京ですか。じゃあ西京区ですね。西京区ですか、これ、すいません、西ですよね。
西の方、左京区は左です。それ私。はい、なんか西京区です。はい、で、あの西京区らしいです。これで重くなって持ち帰れなくなったので、その場で葬ったっていうような、なんか言い伝えがあるそうなんですけども、そうなんです。まあなんかいろんなね、言い伝えっていろいろ変わるので、まあこれも一つの言い伝えみたいです。はい、まあ、有名な大体の方面で行くと、まあ嵐山方面のまあ近くみたいな感じですね。そっちの、そうなんですね、そっちの区は、まあ、山ですよね。まあそこら辺も境でね、山ではないです。空です。すいません。山はあると思います。山はありますね。はい、山はあります、はい。失礼しました。あまり詳しくないですけど、あると思います。詳しくなくてすいません。はい。はい、で、三社巡りもこれで終わりなんです。はい、ありがとうございました。最後動画ありますけど、いいんですか？あ、そうだ。最後動画見てもらいたかった。これもありましたけど、いいですか？いや、お願いします。最後動画をお願いします。はい、これ動画。はい。あそこの階段からこう降りてきたら、これ、あの水がないときですね。その上に、ね、はい、はい、ここにあのお社があって、その奥に、あ、これですね。そうなんです。もう感動の岩、ね。感動しました、この岩座。で、ここから落ちてくるのが、これが岩戸山の水が多分こうポタンポタン落ちてるんですよね。ポタンポタン落ちてるんですね。はい、これで、あ、ポタンポタン、あれ、見えない。あ、戻っちゃったかな。いや、あ、ビデオが戻っちゃいましたね。すいません。あ、いえいえ。はい。ざーっと、そう、もう、なんか、水がないときが、ものすごくなんか、あの、やっぱり珍しいなって思うので、この岩座がやっぱしみたいなと思って、やっぱ何回か行きましたね。今日雨が降って水があるなとかって思って。ボタンボタンですね。はい。この辺、そうなんです。こう落ちてるんですよ。その岩戸山から落ちてます。はい。ご浸水かなと思いながら。うん、秋はあのもみじで綺麗だと思います。うん、そうですね、はい。まあちょっと今年も終わりましたね。そうだね。はい。はい、まあさっき言ったように冬至があるので、何かこうちょっと冬至に行きたいなって言われる方は平日ですけども、何かこう、パワーすごくもらってこれるんじゃないですか。そうですね、ここね、車、あ、そっか、あのバス乗っていくとこですよね。あ、でも、簡単に行くのは車で全然行けるので、うん、ぜひどんな形ででも行ってもらえたら、あの楽しいっていうか、なかなかレアな旅ができると思います。レアな旅ですね。レアな旅です。はい、ちょっとすいません、動画。岩と川だらけって感じです。そういうのが好きな人は、ぜひ、ちょっとあの揺れてて見苦しいかもしれませんけど、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で、あの、来期っていうか、あの、次の、あの、神社なんですけども、次のね、神社は、はい、あの、今年最後ということで、岩風寺の神社をご案内したいなと思ってるんです。うん、はい、で、お寺は岩風寺のお寺って結構あると思うんですけども、岩風寺の神社って珍しいなって私思ったので、うんうんうん、一つその今年私のセッションで病気の方とかも多かったので、がんじゃなくてもそういう、系統っていうか病気に関わることって多いなと思ったので、こんな神社があるんだっていうことで、まあ、ご紹介したいのと、でもう一つここはお願い事のオンパレードができるなっていうぐらい、願い事のテーマパークみたいな感じで面白いんですよ。だからそれもちょっとご紹介したい一つの理由です。で、名前を言うと、まあ、調べられるので、ちょっとあの神社はお楽しみという、お楽しみということですね。はい、ですが次はまだやりますよ、年内もう一回最後ですね。最終日が12月の23日のまた11時11分ということで、はい、はい、ということですね。はい、今日もですね、なんかいろいろ見ていただいていまして、この間もなんかコメントをバッといただいてたんですが、なぜか私の携帯から見えなくてですね、申し訳ありません。ちょっとご紹介ができてなくて申し訳ないんですけど、で、今回もですね、一番最後に締めくくりとしておみくじをしずくさんにやっていただくんですけども、前回ちょっと私が漏らしてました、和子さんという方がいらっしゃるんですが、ちょっと今回はその方向けにということで、おみくじ1枚お願いできますでしょうか。はい、わかりました。じゃあちょっと、和子さん。和子さん。は、ずーですね。は、ずーです。昭和の和、和子さんです、ね。昭和の和の子、和子さん。はい。はい、じゃあ和子さん、見せていただきます。おみくじ。
あの淡々と行きましょうっていうカードが出てます。はい、あのこの淡々と行きましょうっていうカードが出る人はちょっとそのすごく難しい問題に直面していたり、うん、すごくその決断とか覚悟がいるようなところにちょっと、うんうん、ちょうど直面してられるかもしれないんですけども、うん、感情にね揺さぶられないで、そのやっぱり人間って感情の生き物なので、女性は特に感情の生き物で、なんか起伏が激しくなるんですよね。だからそれをもうできるだけ抑えて、どんなことがあっても嬉しいことがあっても、あの辛いことがあっても、なんか良くても悪くても、こういう波を作らずにこう淡々といけばうまくいきますよっていうカードが出てますので、はい、ぜひここを淡々と進んでもらいたいと思います。こういちいちあの何かあって一喜一憂ということではなくて、はい、もう何が来ても平気という、ね、そうですね。で、呼吸を整えるっていうのが、すごい、なんていうかな、メッセージが、一番のメッセージが来てるので、うん、深い深呼吸をするっていうのもすごくいいと思うので、うん、はい、深く吸い込んでゆっくりと吐く、そういうことを朝起きた時に新しい空気を吸い込んで吐いて、夜寝る時もしっかり呼吸をして、なんて良い睡眠を取るようにするといいかなと思います、ね、やっぱり呼吸大事ですよね。最近なんかシンクロかと思うぐらい、今朝もそういう話をしてまして、私いつも朝の、ね、6時今日も6時40分からクラブハウスっていうのがあるんですけどね、そこでちょっと前座っていうのやってたんですけど、そこでもやっぱり呼吸の話が今回テーマで出ていたので、呼吸本当大事で、私もそうセッションの時に呼吸してくださいっていうことが多いんですよ。で、もう必死になればなるほど呼吸がもうなんか乱れるっていうよりも、呼吸してない、全然無呼吸になってることが多いんですよね、うん、だから呼吸がどれだけ大変というか、こう上手にできるかっていうのは、なんか人生上手に生きてる人って呼吸上手に、うん、してると思うので、素晴らしい。そうね、そう、今日もなんか7時からのその番組で、もう息だけで美ボディ作るとか、だからなんかいろんな意味でやっぱり呼吸っていうのは大きいみたいですね、体にとってもこうメンタルにとってもね、うん、だからちょっと呼吸大事にできたらいいですよね。はい、うん、そうですね、呼吸すると私もやってるやつがやっぱハートにつながるみたいな感じのものなので、はい、やっぱり呼吸って大事だなって思います。ひふみんがしてるのもやっぱ呼吸だいぶ使ったりするんですか？使いますね。まずもう呼吸だけっていうか、呼吸だけですね。呼吸だけです。呼吸だけなんです。まあ、大きく言っていろいろありますけど、大きくは呼吸だけです。いや、それはすごい素晴らしい。素晴らしいですよ。はい、すごいなと思って。私今ね、ちょっと短い講座でお金の講座を受けてるんですが、それもまず呼吸です。まず呼吸。まず呼吸です。呼吸が大事みたいなんですよ。だからもうね、呼吸を侮るなって感じですね。そうですね、まあ、どの角度からしてもやっぱ呼吸が一番なんですかね。呼吸がなくなったら命も途絶えてしまいますからね。呼吸ですね、やっぱりね。呼吸ってもうほんましてない人多いんですよ。いや、一応してるとは思うんですけど、ちゃんとさ、呼吸してないとちょっと世に行かせていただいて、ね、ちょっとね、はい、お後がよろしいようで、お後がよろしい、はい、今日も本当に楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。じゃあまた次回ですね、23日11時10分になりますのでよろしくお願いいたします。はい、今日もしずくさんありがとうございました。皆様もありがとうございました。